広島手芸雑貨店レチェの向田です。本日もワンデーワンハンドメイド、略してワンハン、1日1つの手作りをご紹介していきます。今日はですね、リクエストをいただきました小林さん、ありがとうございます。ビジューを使ったネックレス、こちらを作ってみたいと思います。では早速どうぞ。では早速やっていきたいと思います。まずですね、こちらのモチーフレースですね、こちらのレースを、1,2,3、だいたい20センチのところでカットしますですね。はい、このレースですね、まずアイロンをしっかりかけてプレスしておきます。はい、そしたらこんな感じで、はい、大きな花が3つと、ちっちゃなこの黒い花が、1,2,3,4つ、このパターンで、はい、できました。で、表と裏があるので、まず表側を上にしていただいて置いておきます。ちょっと分かりやすいように白い紙を置いておきます。はい、そして、40センチにカットした10ミリのリボンですね、こちらの片側をちょっとライターで炙ってほつれ止めをしておきます。ちょっと炙るぐらいで十分です。はい、これで糸がバーッと出ないようなほつれ止めができました。で、ほつれ止めをしてない方をですね、こちらの、はい、この、リボン止めの金具ですね、これを、挟みます。そしてペンチでギュッとと閉じます。はい、こんな感じで、はい、つきました。で、同じようにもう一つの方もリボン止めを使って、ピットからですね、こちらの金具がついたところに、丸カンを使います。丸カンは、いつものように、切れ目を上にしていただいて、3時と9時をペンチでギュッと持ってこうピッと開きます。ちっちゃいので見えにくいですけど、はい、開いたら、この金具を入れ込みます。そして、先ほどのアイロンをかけたレースに、好きなところに穴を探してギュッとねじ込みます。レースは穴があるので、はい、丸カンが通りますのでここに入れ込みます。そして、閉じて金具をつけます。ぎゅ、やりにくい場合は丸カンをちょっと大きなものに変えるといいと思います。こんな感じで、金具がつきました。で、反対側も同じように金具をつけます。こんな感じで金具が両側につきました。この時のポイントはですね、表側にリボンの表が来るように、表と裏がひっくり返らないようにしてください。そして、こちらの紙を用意します。この紙はですね、見えやすいようにっていうのもあるんですけど、ボンドをこれからつけていくので、レースの隙間から下についちゃうので、それを防ぐために紙を引いております。で、大体こんな感じかなっていうところをこう置いてみて、この雫型のだけは、ガラスビーズになっております。あとはですね、ちょっと違いが分かるかな、どうかな、こっち側がガラスビーズでこちらがアクリルパーツになります。ちょっと画面ではあれですけど、輝きが全然違うので、ちょっと中心に来る部分はちょっとキラキラするガラスビーズを使っております。ちょっとどんな感じに並べたらいいかなとか考えながら、こんな感じでちょっとシミュレーションでまず並べてみて、でその後、もう先にボンドをバーッと位置につけておいて、ペタペタペタっと貼っていきます。はい、じゃあちょっとまず、中心の部分を、はい、このボンドは透明になるので、はみ出しても後から見えなくなる、はい、ゆっくりつくタイプなので、ちょっとこうつけておいて、しばらく時間を置きます。でですね、ポイントとしてはこの表面の部分にボンドがつかない方が綺麗に出来上がりますので、こうやって順番に並べていきます。
ではちょっとボンドが乾いたと思いますので実際につけてみたいと思います。よこんな感じでリボンを結んで、ちょっと紐がくっついてしまいましたが、はい、こんな感じですね。はい、こんな感じで、簡単にビジューのネックレスが出来上がりました。はい、まだちょっと乾いてないですけど、はい、ぜひ簡単ですので試してみてください。またリクエストなども受け付けておりますので、ぜひこんなの作ってほしいなと思うのがありましたらコメントいろいろください。はい、広島手芸雑貨店レジェの向田でした。